の役のあすみかなです。あ、あ、みやこ役のみざしかわりです。はい、そしてひろさん、面白いこの目覚まし。ひろ役の後藤優子です。はい、最悪の新谷涼子です。はい、このひどい目覚ましから始まる9話でございます。でも朝一でこれを撮った鈴木直子ちゃんはすごいよね。本当だ、はい、頑張った、うん。今回のゲストは2度目のこの方。はい、3度目のこの方。どうも、吉野家先生の松木です。聞いてます。ごめんね、もう本当に。うさちょっと今漫画に熱中してて。これが関数言うのよ。これか、おだなり。これか。そうなんですよ。ね、何回か来たらね、お客さん感覚。めっちゃ喋ってていいよ。本当にいいよ。いいめっちゃ喋んなよ。はい、聞いてる聞いてる。いや、ね、そろそろ暖かくなって。あの、派手の頃は全然、あの、なんかちょっと違う時期なんで。食べ物を持ち込むせいでね、テーブルの上が偉そうに水橋の巣になって、これオーディオコメントリーですよね。そうなんです、仕事です、仕事です。いやでもこの本数まで来るとね、もうみんな慣れてきちゃって、慣れたんだよ。慣れてきちゃって、いい意味で、はい、いい意味でアットホームな、聞いてる人も気楽に聞いてねみたいな。お願いします。お願いします。みーちゃん最近どう？最近楽しいですか？楽しい。最近すごく楽しいそうです。漠然ないのこっちやろ。今までとはまた違う。今年の目標は今年これが出るからいつもう仲間もいいとこぐらいの勢いじゃ。じゃあ残り半分怪我もなく、はい、この携帯のピコピコは謎ですね。これ計算機？すごい機能がゆのちゃんの携帯についています。うん、結構携帯が出てきますよね。うん、黄色リアカさん。もし本当に3億円当たっちゃったらどうしよう。ああ、太巻きだな。今のみやちゃんの後ろの倒れた髪を見て、あの前々回か、沢城さんが髪が多いと一つ結びにすると太巻きになるって言ってましたね。それを思い出しまして。すいません、自由で。とんでもない。もう慣れてきちゃいましたね。あすみはパーマを当てたの？あ、違うんです、すいません。あの違うんです。あの自分であのくるくるってジュッてしたら、ジュッって失敗してきました。今日はちょっと失敗してきました。ありがとうございます、すいません。校長先生の顔、これいいよね。目がすごい衝撃。かわいい、すごいわ。かっこいいよ。あの頭の長さはいつもなんかこう測って書かれてあるんですかね。なんかシーンによってちょっと違うかな。まあ、アニメーションを作ってるとこによってやや違ってますね。ああ、ですかね。なんかこう、頭と体の比率がこう、ね。順応を書く人によってとか。ね。でも、日々変わりそうな感じでもある。体調によってみたいな。これイメージ画像なんだ。こんな先生いたら困ります。すいません。あれみーちゃんの全部アドリブでしょ。いやいや、セリフはちゃんとあるんです。セリフはちゃんとある。いや吉野先生セリフさアドリブって言われて、やだ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 
あんたね、ゆみゆが好きで言ってるわけじゃない。もうそうじゃない、よく言ってることとかでもない。フォローするの、何回も言うと、何回も言うと余計に本当っぽい。わわわわわ、私女の人のこういう服好きです。あーノースリーブ的な、かわいい、うん、大人っぽいですね。ねえ、このシーンもすごい、あ、これ好きな、なんていうか豪華なっていうか。マイ、おいたちは元気やぞ。いいね、あの、こういうの送ってくる親ってすごい、しかも今 DVD だったからね。すごい、何気に進んでる感じ、素晴らしい。失礼しました、キスちゃん、はい。ノリノリですよね。こう言っちゃなんですが、ノリノリです。吉野家先生ねえ、あー、吉野家先生ですか。重ね合わせるな。だってこれは重なってね。なんかそう、私思うのが、仕事始めて最初に会った方のその時のや最初の一緒に残るね。すごい意向性になる。死ぬまで休みの中で。なんかどんなシリアスな役でこの先出会ったら、でも待ちさえ吉野家先生なもんなって心の中で思われ。あーやだ。でも私の中でみゆちゃん吉野家先生に一番近いかも。光栄ね、ぴったりですよね。なんだろう、褒めてるんだけど、なんだろう、なんだろう、この胃の切り方、そうそうそう、胃の切り方が続いていくよ。嬉しい、嬉しい、かわいい。絵を撮るようになって、絵もそうですけど、映像でもかけがえのない一瞬。何にうなずいているの、母さん。いえ、吉野家です。あ、そうだった。向こう側の世界がとっても眩しく見えて、キッシャー、キッ今、先生っていうかさんっていうか迷っちゃった。岸さんはすごく可愛かった。はい、すごい。私のクラス劇の主役を務めたんですよ。大人、大人っぽい。劇の内容がかぐや姫のパロディだったもので、あの目がすごい、素晴らしい。自覚してるのね、震えてるのはね。ああ先生何を書いてるんですか。先生じゃないかもしれない。吉野家先生の将来不安ですよね。将来このままなのかな。このまま、このまま、きっと松木さんはずっとこのままなように、吉野家先生もこのあれ独特な顔してる。どうしたの。あ、なんか眉間にシワが。いけない。あ、面白い。癖がついちゃう。そうそうそう。伸ばさないです。のん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 。あ、なんで？あ、結構見えてますけど大丈夫ですか？可愛らしいです。すっごいいい声なんだもん。びっくりした。さすが、ね、さんだからね。長さんってすごい方ですよね。ありがとうございました。よし、ひろちご飯行こう。面白いね。ねえ。見ちゃう。すごい黙っていた。しかも今回確かすごくいい話なんじゃなかった？あ、そうです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 。実はね、いい話。あの、岸さん、不思議な髪型だな。岸さん、私、まだはっきりした夢がないんです。夢とかね。びっくりした。高校生の時って決まってました？公務員になりたかった。すごい、もう現実で安定志向だったもんね。かっこいいな。親は安心しますよね。
県庁とか狙ってましたけど。高校生に将来何になりたいって聞いて、私、うん、公務員かな。言われていいかな。ちょっと安心よね。でも今や声優さんですよ。なんだろうこのギャンブルな。北海道真っ白。そうそうそう。もう来年の自分が見えないよ。みんな夢は何だった？学生の頃。ずっと声優さんだった。なんとなく喋る仕事はしたかったと思う。あ、そっちも、ね、皆様からご飯ですよ。うさぎうさぎ、いや違う、うさぎがほら、あ、本当だ。そうか、そうか、うさぎになりたかったのか。ゆなりがちな高校生だ、ね、高校生でそれやばいでも、休みならいいかな。ないで、なれるかもって思うよ。頑張れば、頑張れ、アスミン。あ、じゃあちょっと将来ウサギに頑張ってみようかな。楽しみにしてるか。じゃあウサギになるの。いや、あ、頑張る。見守っていたいと思います。りょうこちゃんは。私は声優さんでした。すごいな。まだやってる。誰なの。A B では、女学生 A B では、あれ。ひだまりスケッチ2期のヒロイン。やめたり。このままがいい。困る困る。ばっかりだ。困る困る。あ、そっか、夏だった。この話。9月の30日。お茶入れますね。かわいい。カンプだもん。お腹鳴りました。聞こえました。聞こえました。マイク鳴りました。お腹鳴った。すみません。鳴ってないですよ。鳴ってないですよ。あ、いただきます。ぜひぜひ。あ、そうだ、この制服の謎が結構アニメ版だと謎なままでしたよね。あ、確かに。うん。みやちゃんがセーラー服。原則見ると、うん。ね。しょっこり。え、貧乏だからだっけ。なんでだっけ。貧乏だからじゃないよ。確か汚れてもいい服っていうので。そうかそうか。貧乏だから。違う。そうそう。この原作のやつ。ああ。やっぱり。こやき。また。なんかいる。へこんでる。脱皮するよ、その。イエーイ。ドキドキ。ハブランナさん。ハブランナ。確かにね。小学生の時、アブラナ選手権ってのがあって。え、なにそれ。アブラナをこう、立派に育てられた子が、優秀とか優秀作品決められるんだけど、学年に一人花屋の子がいて、毎年彼女が優勝なの。もう殿堂入りでいいじゃん。優勝できないでやばい。だってうちら買ったもん、その商店で。あれ何なんだろう。すごい不思議な選手権。ちょっとローカルチックで。いやいやいや、面白い。選手権って。そうだよ、みんな枯らしちゃった子はその花屋にいて油菜を買うの。え、あれもうその子のために。え、なんか癒着の子がね。夏休み明けにはすごい油菜店頭にいっぱい売ってるんだけど。なんか匂いがするよね。何かを感じる。癒着してるか。うん。その花屋は怪しい。そうだよね。何ぼかもらってる。何ぼかもらってるよね。あ、このゆのちゃんのなんか絵がすごい可愛い。ゆの、そこまで言わなくても。そうよ。でも高校生の時って結構わけわかんないって人多かったですよね。夢とか。あ、でも私の周りみんな夢見がち。あ、夢見がち。夢あったかも。ルイともルイとも。違った。読んじゃったから。それでそのなんか漫画の主人公からバレンタインのお返しが来るかもとか、そっちやばい。あ、待って、今出ました。待って、登場キャラにチョコあげたことはあるよ。あ、こっち側、こっち側。いいの、そっち側で帰ってくるとは思ってなかったけど。え、どこに、誰にあげたの。え、作家さんに。ああ。じゃあキャラ名書いて。なんか可愛い。可愛い。あれ、普通じゃないの。え、あれ、誰しも一度は通る道でしょ、これ。申し訳ないけれども。何かを渡すところまで行かない。私結構妄想で保管できる。え、結構、寝る前とか考える。あげるっていう。
ことをあげてシチュエーションを、でも私の理想の身長って好きなキャラの身長なんだもんだって。今でも変わんないんだけど。内緒ですよ、そんなもの。やだ、オーディオコンテンツ。ちょっと待って、ラブトークみたいだ。ちょっと待って、ラブトークみたいだけど2人二次元だよ。内容がどうなん？なんか痛々しいわ。痛々しくないよ。普通の。こっち側だ。そんな話いくらでもありますよ、私。まあそういう話はまあ。さすが夢見る少女。でもあれでしょ、陽子ちゃんも目が覚めたタイプでしょ今は。まあ夢の中で半々だよね。やや半々だよね。今やってる新しいアニメだともうそれはできないけど、うん、昔のアニメはまだ全然いい。はい、どうしてできないんですか。ほらなんかそれほらなんか仕事をどうしてできない。いやそれはあれですよ、夢見る少女じゃいられない。それはなんかいろいろ見えちゃうから内側から。もう裏側見えるしね。なんか今のアニメなんてあのキャラは誰々が当ててるって先に考えちゃう。確かにね。ダメだ。ダメです。ダメだこれ。ダメだこれ。何の話だ。何の話。怒られちゃったよ。そろそろ日だまりスケッチ戻るか。この回はこれ誰が書いたんだろう。この回ゆなちゃんのバッテンがいろんな形になったんですよ。おう、うん、今さっきですね、あのバッテンが三角とか丸とか、うんうん、なんかひし形みたいになったりしていたわけなんですけれども、うん、あ、かわいい。ちょっとごめん。あいつ座ってますよ。あー、ひどいスタイル。ひしゃ。ひどい。あいつと、あ、なんか今すごい髪型の人がいた。なんかいろいろ見えた。ネタ満載。気になるね、新聞ね。あれ、何に、サエのせい、このキャラサエのせい。あーやばい、完璧サエのせいだよ。お星様になった。ショック、謎だなあれ。宝くじか。あ、この数字読むの大変だったな。あーねえ、人の番号がお母さんの誕生日と一緒だなって思って紛らわしい。これちょっとイラッとするよね。これちょっとなんかみんな真剣なのに紛らわしいの。早起きは重要なことだったのか。宝くじね、買う？買ったことあるけど、うん、当てたことない。うん、宝くじ買ったことない。買いたいなと思ってなんかお金もったいなくて買えない。外れると思う。ゆこちゃんに言ったけど、一回初めてこの間バラっていうのを買ってで見たら、あ、一の位は全部違うから、あの最下位だけは絶対当たる、ゆこたんってすごい自慢したらバラって。それは当たり前の。そうなの。私もあれ、みゆみゆ今何を言ったの。そうそうそう、どれ買えるの。どれ、そういう小さな幸せ積んじゃうの。信じさせておいた。育てないと大事に大事に、ね、大事に夢見がちな少女を育てて。私はラッキーです。すごい、ミュミュ笑ってる。もう分かってるよ、すごい。そんな偽物の野菜じゃないよ。あはあ、いいシーンですよ。いいシーンですよ、これ。小宮子いいよね。うわぁ、みやちゃんいいやつ。普段女なのに、女なのに。あんなのこういうとこのことしか考えない。でか胸。すいません。尻があまり見えない。尻も。これだけスタイル良かったら人生変わってた。マツキさん。どうしました。いいよね。ね、マイク入ってんのかな。入ってますか。入ってます。すいませんでした。帰っていいですか。もうそろそろ終わる。我慢我
すごいいいシーンなのに。いいシーンこそなりますよ。アフレコ中だって。そうなん、静かなシーンほど乗るんだよ、ね。あ、そうだ、この回、サエさんに柔軟が。あ、そうだった。なぜか。あ、最後の方あ。あ、じゃあ、今日のゲストは、月見ゆうさんでございます。ありがとうございました。ゲストなんだ。かわいそう、超かわいそう、ほんとかわいそう。ありがとうございました。違うみたいよ。特別な日だからね、みんな普段とは違う自分になるんだよ。お腹すいた、お昼行こう。お昼、次は11月3日、ユノ様、山吹高校で待ってます。きっと見に来てくださいね。